冬はこういう足元の杭、ちょっと足元が深いようなとこは、足元が深いようなところにあるこういう杭は結構つくんですよね。テトラがないで、ボサンガーはこういうところが結構テトラの代わりになったりするんで、意外とこういうところを丁寧に打っていったりしたら釣れることがあります。でやっぱテトラの代わりになるって、結構流れが嫌いなやつとか、あとここにじっとするスネバスが、やっぱ浅いとあんまりつかないですけど、結構足元が1メートルぐらいあるところは結構冬でもつきますね。特にフィーディングにも上がりやすいし、で結構やこういうところに打っていくときはやっぱこういうウォーブリングみたいなダウンショットが有効です。なんでこのウォーブリングが有効かっていうと、杭1本に対して、1点でダウンショットの方が誘いやすいんで、猫リグとかでも、まあ、もちろん釣れるんですけど、ダウンショットの方がより丁寧に、1点で誘えるんで、まあ、効率は、高くなります。であとは、この1つの杭に対してタイタにあとはダウンショットで落とすことができるんで、 1.8g とかの少しちょっと重たいスピニングで 1.8g のシンカーとかを使うと、リアクションでもフォールでホワイトさせることもできるんで、こういう結構ピンスポットの障害物を打つときはダウンショットが有効です。リアルにこういうとこにいると思う。釣れた。マジかよ。すげえ。イエーイ。オブリンク 2.5 インチ。
また来た、また来た、おっしゃほらすげえ同じです。絶対固まってるよこれほら、オブリングばっかりすげえで今釣れたのがこのオーブリンクの 2.5 インチの 1.8g のダウンショットなんですけど、これをめちゃめちゃ簡単に、簡単な釣り方でこの足元のカバーですね、この足元のカバーに本当ここに入れてボールさせるだけで、結構冬のバスって、ディープ隣接の場所が気になるんですけど、この足元なんかはディープが近くて、シャローにすぐそのディープで暖かくなったら、シャローに寄れるっていう、もう場所もその整ってて、ここの場所はだからそういう場所は、冬でも結構暖かくなったらいつでもシャローに来れるんで、結構こういう場所大事なんですけど、でなおかつそのシャローに、こういう小さなブッシュがあったら結構そういうとこに、バスが身を寄せるんで、意外と冬でも、こういうディープ隣接のシャローの場所は狙えます。で、こういうブッシュもしくはもう杭とかでもいいんですよに、やっぱバスがベタってくっつくん でそういう時にこういうダウンショットの方が、1点で誘えてネチネチ攻めれるっていうのでこのダウンショットが有効なんですけど、あとはそのフォールした時に、オーブリングを使うと結構バタ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 って落ちてくれるんで、着底した時に、リアクションでも食わすことができるのが、このオーブリングの特徴ですので、進化はもう基本的に僕 1.8 もしくは、1.3 でも 1.8 の方が、リアクション要素は高くなるので足元の、まあ、杭とかブッシュ周りとかを、ちょっとフォールで、リアクションバイトを狙っていくような時はちょっと重ための、シンカーで狙ってあげるといいかと思います。だいたいリーダーはこのくらい20センチぐらいですかね、まあ、このくらいの方が、まあ、浮いてるバスも、ボトムにいるバスも比較的狙いやすいリーダーの長さですので、はい。